ハチミネキレット重曹その5。今回は北尾根の頭からのスタートです。まずは右側に見える赤抜きと呼ばれる岩山のピークを越えていきます。スタート早々から険しい感じですね。前に登山者がいるので山のスケール感が分かります。奥に見える巨大な山塊は五竜岳です。早くも鎖場ですね。と思ったらはしごでした。相変わらずのストック持ちですか？いい加減、しまったらどうなんですかね。この先にはとんでもない高度感のはしご場が存在していたのだった。手のひらを返すようにハイカーカズは慌ててストックをしまった。この重曹路の本当の試練の始まりだった。難所、赤抜きのトラバース。突然の凄まじい高度感、もし滑落なんかしたらこの落差では運が良くても大怪我だぞ。命が惜しければ慎重に降りて。緊張感で体がこわばるはしご場だ。右側に見える切れた針金が嫌な想像をさせる。はしごが外れたら崖下に真っ逆さまだ。高度感だけなら間違いなく過去一のはしごだな。見るからに崩れやすい岩場だ。この先の区間は特に気をつけろ。細かい砂礫で滑りやすい上に鎖などの補助は何もない。岩の質がもろく鎖をつけてもすぐに抜けてしまうから。掴んだ岩が剥がれたり足元が崩れたりする可能性があるから、油断大敵だぞ。ジャンダルは直下のトラバースに匹敵する。リスクのある怖いトラバース。豪雨の時には絶対に通りたくない道だな。ここまで来ればほぼ大丈夫だ。恐ろしい橋の岩場だったの。この動画を気に入っていただけたら、高評価、チャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。
次に目指すのはあの稜線だ。このザレバを登っていく。落石に注意して歩いていけ。まずはガレバの登山道を歩いていくぞ。まるでアリ地獄のようなザレ具合だな。滑落したら自力では上がれないぞ。注意しろ。雲海が少し薄くなってきたな。岩場はまだまだ続いていくぞ。先ほどのザレバの登りで体力を削られて足が重い。これでもかというくらい鎖場があるの。まるで人の手が入って加工されたような道だ。相変わらず無慈悲な断崖絶壁だ。富山側は切れ落ちているから気をつけろよ。視点は新しいが鎖自体は古く見えるな。難しくはないが確実に行け。よし、無事にクリアしたな。またまた次の岩場が出てきたな。また鎖ばかり延々と現れるな。この場所なら仮に滑落しても怪我の範囲で収まるかもしれないな。難所 G5 の核心部。この先の下りが G5 の核心部だ。ちなみに G とは登山用語で痩せ尾根を意味する言葉らしい。向こう側に見えるピークは G4 だ。痩せ尾根というだけあり、両側ともに切れ落ちている。核心部にふさわしい高度感と危険度だ。鎖がかなり古いので注意が必要だな。このトラロープは向こう側へ入るのだ。禁止という明確な印になっている。
下に降りたらトラロープの外側だな。とりあえず戻っておけよ。シャドにはきつい鎖場だな。かなりバテているからゆっくり登れ。富山側は切れ落ちているから要注意だ。後ろから来た登山者には素直に譲るのがマナーだよな。あれが歩いてきた難所の G4 と G5 だ。手前側が G4 になる。まさに岩の要塞とも言うべき姿だな。ついに五竜岳へのアタックだ。チミネキレットからは本当に険しい岩場の連続だったよな。五竜岳への登りもまだまだ険しい鎖場が続いていく。難しくはないが、なかなか高度感のある鎖場だな。またすぐに鎖場さんがお待ちかねだ。ちゃんと鎖を張ってから登れよ。それにしても五竜岳様は休ませるつもりは全くないな。もうヘロヘロだぞ。相当な上昇負荷がかかっている。五竜岳の稜線が見えてきました。本当に大変な縦走路でしたね。稜線まであとほんのわずかです。五竜岳山頂と鹿島槍ヶ岳方面への分岐点です。しっかりと上級コースと書いてありましたね。ついに五竜岳の稜線が見えてきました。登山者もかなり増えてきましたね。山頂は雲が少なくて見晴らしが良さそうです。道幅は狭いですが最高の気分です。山頂へのビクトリーロードですね。前方の登山者はかなり軽装です。五竜山荘からの
山頂アタックでしょうね。こちらも体が軽くなったような気分です。山頂への最後の登りです。山頂には登山者が見えますね。もう目と鼻の先です。長く苦しかった縦走のゴールです。五竜岳山頂に登頂です。標高2814メートルです。五竜岳山頂からの景色をどうぞご覧くださいませ。山頂を後にして五竜岳から下山します。まずは標高が300メートル下の五竜山荘へ向かいます。G5 ほどではないですが、厳しめの岩場ですね。狭い上に登山者が多いので要注意です。数年前に来た時はあいにくのガスの中でしたが、今回は快晴でダイナミックな景色が見れますね。百名山なので登山者がたくさんいますね。どんどんと登ってきます。トレラン系の登山者にもたくさん遭遇します。人の多い場所では譲るタイミングも大事ですよね。
結構ゴツゴツとした岩場です。ありがとうございます。譲っていただいて感謝ですね。この先からの映像は4倍速でお送りします。この場所は数年前に来た時苦戦した鎖場です。今回もちょっと苦戦していますね。バツ印は間違った方向を示しています。ここにもバツ印がありますね。下りだとルートや踏み跡が見つけやすいです。どうぞ。ああ、じゃあ、YouTuber。そんなことない。一応、ドームアップします。してますけど。感じの良い、トレランさんでしたね。ハイカーカズも、YouTuber と言えるくらい、頑張らないと。って、あのトレランさん。めっちゃパヤ。見えなくなっちゃいましたね。登山者が来たので譲ります。目立つバツ印ですね。譲っていただきありがとうございます。なかなか険しい岩場です。後ろから来たトレランさんに譲ります。まだ鎖場がありましたね。歩きやすい登山道になったのでトレッキングポールを出して歩きます。今回の旅はそろそろ終わりの時間です。重曹、その後はいかがでしたでしょうか。緊張感のある
岩場や鎖場の連続でしたよね。ハチミネキレットシリーズの動画は今回で完結編になります。長編のご視聴ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。